pH がどれくらいかなっていうことで調べてるところなんですけど、ちょっとこの機械の構成を今してるところなんです。ああ、まだはい、まだです、はい、これで中性にして、うん、で機械構成が終わったら測るって形ですね。何を調べるんですか？pH って言って、うん、水素イオン濃度なんですけど、うんうん、簡単に言うとこの地球上の液体が、まあ、0pH っていう尺度で測ると0から14まで あるんですか、はい、分類できて、でその中で、まあ、7っていうのが中性で、うん、0に近いほど酸性が強くなって、14に近いほど綺麗な塩基性アルカリ性が強くなる。あ、ダメな、そっちもそっちで、なんていうんですか、あ、真ん中がいいわけ。真ん中が、まあ、私たちに人間にとっては例えば味を感じない、酸性になると酸っぱくなって、アルカリ性になると苦くなって、あんまり強いアルカリ性とかあんまり強い酸性だと皮膚が溶けてしまう。ほう、まあできるだけ真ん中がいいね、7が。そうでもないの。そうでもなくて、そうでもない。例えば胃酸とかだったら2ぐらいなんです、 pH。 おお、なんかウイルスとかそういうなんかそういうなんか体に入ってきて、ウイルスはちょっとあれかもしれないんだけど、体に入ってきたものを殺してくれたりする、お殺菌作用とかがあったり、でも酸性だとちょっと酸性になってたりとか、それぞれで pH が違うんですけど。お仕事はそんなお仕事なんですか？あ、理科の教師をしています。あ、先生なんや。はい、小学校の。いや、高校なんです。うわ、ぼーっとしちゃいました、ごめんなさい。いいです、大丈夫。びっくりした。びっくりしたね。そうなんです。で、あの pH7、これが7だよって覚えさすんです。はあ、はあ、うん、で実際測ってみようってことで、はいはいはい、これで多分出たので OK、 いけました、 6.9 だから OK です。で測ったら 6.9、 今覚えさせたところです。ああ、7だよって。ペーハーメーターって言います。うん、で今から測るんやね。あ、そうです、今からあの結構中の方、ちょっと中の方の底の方の水を取って毎回通してるんですけど。ああ、同じ場所で。そうです、そうです、はい、で今日の水はどれぐらいかね、一応記録しておくっていう。ああ、そうですか。はい、楽しみです。加古川もだいぶ綺麗になったみたいね、以前よりは。ああ、そうでもないんですか？何年前から測っとる？いや、もうここは私は1年前からなので分かんないんですけど、どうなんでしょうね。でも見たところ綺麗になったっていうのは十何年前もから比べて言われてはいますよね。すごかったです。よかった、とても綺麗になって。綺麗、最近綺麗になったらしい。長靴の方に。あ、長靴。行ってきます。これどれぐらい、いっぱいいっぱい、はい、砂が入らないように。はい、元気よ。理科の先生がしてくれますので、今日はもうかなりに没収されました。没収されたん？大きな怪我して。怪我したから？これは残存酸素でよかったね。そうそう、沖永良部島でね。化学的酸素要求量 COD パックテストをまず。
や頑張ってない適当やつです開くますで、あそこに潰せるだけ潰します潰しますこれ川の水ですね水を吸い上げます火加減5分ぐらいです、ね、今はズームだと5、6分ですね5、6分待ちます、マキさんのスマホで5分経ったら教えてください、はい、いやだってカラーチャートもあの時より質問がやばい色が鮮やかあれ5分ぐらいですね、うん、そうそう5分ぐらいですかね大体これはあれですよね水が綺麗か汚いかっていうの1,2,3,4,5,7 これは7段階で大体測定する簡易テストみたいな、ピンクのほど綺麗ってことですよね、はい、こっちにこれ大体5分ぐらいで色が安定してくるので、その間にやりましょうか。これはちょっと置いといて。これ木ですか？豚なんですか？今ですか？これは5分後ぐらいにだいたい色が安定するんですけど、今でどのぐらいでしょうね。この2つ目に近いかな。この間ぐらいですかね。この綺麗いうことで。比較的綺麗な。比較的綺麗。加工場で。意外と綺麗なんですね。ねえ。ようなってきた。はい。よかったね。ここはそこからも湧いてきますもんね。水がね。ある程度。次は、pH を測っていきたいと思います。pH っていうのはアルカリとか中性とか酸性とかっていうのを測る検査ですね。さっきもざっくり言ったけど地球上の液体簡単に言うと0から14までに pH が識別できまして7が中性7が中性0に近いほど酸性0に近いほど酸性14に近いほどアルカリ性になってます。この生き物が住みやすいのはどのぐらいなんですか。私たち健全な生き物健全なやっぱりアルカリ寄りなんですか。どうなんだろう、そこまで詳しくわからないけど、一般的に私たちはあんまり強い酸性とかアルカリ性だと比較的中性寄りのちょっとアルカリみたいな、いいようなイメージがあります。そうですね、酸性とかで死んでしまいますもん。あとに酸性これ単位はどうですか。これ八。いやこれは。これはこの中の説明書に単位が書いてある。これどの色が近いここで。これなんだっけこの水の色。これかな。これだ。そうですね、だいたいこの5から10の5寄りのですね。でこの説明書にはこのぐらいの数字だと、まあ、比較的綺麗、うん、そうですね、ちょっと汚れているぐらい、まあ、そういうもうほんとざっくりとした検査結果が出ました。これが本当に何年後かにはこのゼロに向かっていくような本当に暮らし方をしたいですね。ニコちゃんマークが出たら OK なんだけど、いつも1分以内には絶対出てる。安定しないので、ちょっと
データ取りみんないて緊張してるみたいなの見られて、8から9の間ぐらいかな。あの近いうちにちょっと機械見てもう一度測りに来ようと思います。でも今までの検査結果で気になる加古川の河口の水の検査も行われました。僕としては感覚的に今日も最後までご覧いただきありがとうございました。